取材会、團十郎白猿への決意、市川團十郎。お寒い中ありがとうございます。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが2023年2月11日にブログを更新し、スポーツ紙各社と題し、團十郎さんはスポーツ紙各社様、寒い中ありがとうございました、感謝ですと綴った。自主公演、市川團十郎ボタン、しんのすけ、成田屋親子伝承への道の取材会に出席した。團十郎さんは歌舞伎界最高峰の大名跡、市川團十郎を13代目として襲名してから約3ヶ月、歌舞伎俳優96人、関係者含め104人が勢ぞろいした昨年10月31日の顔寄せ手打ち式を振り返り、先輩同輩後輩が並んでくださって團十郎白猿になったんだなと実感した、全国各地を巡る襲名披露興行が来年秋まで控えており、畑を耕すように團十郎になっていきたいと力強く語った。ブログ読者からは、一人でも多くの方に見てほしいです、楽しみにしています、令和團十郎さん、ボタンさん、しんのすけさん、すごいですね、などの声が寄せられている。畑を耕します、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。